ちょっと先ほど山の話やったんですけど、はいはい、これちょっと霊の話とあと人間の怖さっていう話なんですけど、うん、ちょっと私の父親がですね警察官で、でなんか趣味がですねあのお花を育てることなんですよ。素敵。で、なんかガーデニングをやってたんですけど、こうある日こう土が悪いと言い始めたんですね。そのなんていうんですかね、でっかいお店とかで買う土よりは、こう自然の土で花を育てた方があのいいって言って。で、ある日、私が小学生、もう小学校1年生ぐらいの時なんですけど、お父さんがちょっと土を取りに山に行くぞ。それでなんか車に私と、私の今相方のお兄ちゃんと、あとお父さんとお母さん4人で山に行ったんですね。で、山の結構上の方に行って、で、そこってあんま人とかいないんですけど、ちょうどなんか車が止まってたんですね。で、ああ車止まってんなと思って、誰かいるのかな、まあ、こんなとこあんま人来ないのになぐらいに思ってたんですね。それでお父さん土取ってたんですよ。でお父さんお母さんその2人で土取ってて、で私とお兄ちゃんでこう不法投棄してあるゴミを漁ってたんですね。漁ってたの？漁ってた。あ、こんなものあるよ、こんなものあるよ。でそこに結構なんか電化製品がいっぱいその不法投棄されてて、ちょっとお兄ちゃんと一緒にこの電子レンジとか結構 3,4 台落ちてたんですね。電子レンジバカ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 一緒に笑いながら開けてたんです。バカンつってあーはははーつって、何が楽しいのか分かんないんですけど何が楽しいのか分かんないんですけど、当時はもうすごい楽しくあーはははーみたいな感じで開けてたんですね。そしたらそこになんか大型の冷蔵庫が落ちてたんですね。でバカ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 その電子レンジ開けてすごい楽しんでるのに、その冷蔵庫を私がいざ開けようと思ったら、そのニコニコしてたお兄ちゃんがやめとけ、絶対やめとけ、これ開けんなってなこと言うんですよ。でもバカ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 一緒に笑いながらだったから、どうしたのお兄ちゃんって言ったら、いやいいから開けんな、これだけ開けんなよって言うから、うん分かったっつって、それだけ開けないでその土を取ってそのまんま家に帰ったんですね。でその3日後あのニュースでその山に捨ててあった冷蔵庫の中から3遺体発見っていうニュース流れて、それでその吹きそうになった俺コーヒー、そうなんです。それでその止まってた車っていうのが多分その遺体を入れた犯人だったみたいで、でお父さん警察官なんで、こう事情聴取とかも全部して、でお兄ちゃんがその止めたんですけど、その記憶がお兄ちゃんの中にすっぽりなくなってるんですよ。だからこの中のその亡くなられた方が止めてくれたっていうか、その車が見てるから、はいはいはい、その時開けてたらやばいもんね。でいう話です。うわ怖っ。それやばいそう、本当にやばいやつ、ね、本当にやばいやつですね。これやばい、やばいじゃないですか。え、それは犯人は捕まったんですか？まだ捕まってない。ないのに大丈夫なの？はい、らしいんですけど、結構前なんで、もう。はぁ。うわぁ。まずいっすね、それ。それは、リアルに怖いですね。怖いんですよ。人間も怖いし、亡くなられた方のそのお兄ちゃんの対応とかもすごく怖くて、まだ記憶に残ってますね。それは覚えてないっていうのかね。そうなんです、ね、すっぽりそこの記憶が、ね、はい、お兄ちゃんないんですよね。3人で3人入ってたんだ。そうなんです。そんなことあったね。そういえばね、立ち記憶にあんまないんですけど。子供なんですか？本当になんかニュースで流れてて、でうちの親が警察官だったんで、その警察署に行って事情聴取みたいなのをやったんですよね。うん、大人、うん、大人の遺体だったんですか？はい、大人みたいです。じゃあそれよほどでかい冷蔵庫だよね。すごい大きかったんですよ。業務用みたいな。業務用じゃないです、ほんと普通に家庭にある冷蔵庫だったんですけど、詰まって入ってたみたいなんですよね。よくわかんないんですけど、はい、ね、でもそれ、それでも別の言い方したら刻んじゃうよ、いくらでも入るもんね。ああ、そうだった。やめや、うん、はい、これです。はい、ありがとうございました。
お兄ちゃんの中にすっぽり亡くなってるんですよ。だからこの中のその亡くなられた方が止めてくれたっていうか、その車が見てるから、はいはいはい、その時開けてたらやばいもんね。でいう話です。うわ怖っ。それやばいそう、本当にやばいやつ、ね、本当にやばいやつですね。これやばい、やばいじゃないですか。え、それは犯人は捕まったんですか。まだ捕まってないのに大丈夫なの。はい、らしいんですけど、結構前なんで、もう。はぁ。うわぁ。まずいっすね、それ。それは、リアルに怖いっすね。怖いんですよ。人間も怖いし、の、亡くなられた方のそのお兄ちゃんの対応、絶対目だけはこれ開けんな、ってなこと言うんですよ。でも、バカ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 一緒に笑いながらだったから、どうしたのお兄ちゃんって言ったら、いや、いいから、開けんな。これだけ開けんなよ。って言うから、うん、分かったっつって、それだけ開けないで、その土を取ってそのまんま家に帰ったんですね。で、その3日後、あのニュースで、その山に捨ててあった冷蔵庫の中から3遺体発見っていうニュース流れてて、それで、その吹きそうになった俺コーヒー。そうなんです。それでその止まってた車っていうのが、多分その遺体を入れた犯人だったみたいで、で、お父さんが警察官なんで、こう事情聴取とかも全部して、で、お兄ちゃんがその止めたんですけど、その記憶が。ちょっと先ほど山の話やったんですけど、はいはい、これちょっと霊の話と、あと人間の怖さっていう話なんですけど、ちょっと私の父親がですね、警察官で、で、なんか趣味がですね、あのお花を育てることなんですよ。素敵。で、なんかガーデニングをやってたんですけど、こう、ある日、こう土が悪いと言い始めたんですね。その、なんていうんですかね、でっかい、お店とかで買う土よりは、うん、自然の土で花を育てた方が、いいって言って、で、ある日、私が小学生、もう小学校1年生ぐらいの時なんですけど、お父さんがちょっと土を取りに山に行くぞって。それでなんか車に、私と、私の今相方のお兄ちゃんと、あと、お父さんとお母さん4人で山に行ったんですね。で、山の結構上の方に行って、で、そこってあんま人とかいないんですけど、ちょうどなんか車が止まってたんですね。で、ああ、車止まってんなと思って、誰かいるのかな、まあ、こんなとこあんま人来ないのになぐらいに思ってたんですね。それで、お父さん土取ってたんですよ。で、お父さんお母さんその二人で土取ってて、で、私とお兄ちゃんで、こう、不法投棄してあるゴミを漁ってたんですね。漁ってた。漁ってた。あ、こんなものあるよ、こんなものあるよ。で、そこに結構なんか電化製品がいっぱいその不法投棄されてて、ちょっとお兄ちゃんと一緒にこの電子レンジとか結構3、4台落ちてたんですね。電子レンジバカ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 一緒に笑いながら開けてたんです。バカーンつって、あはははつって、何が楽しいのかわかんないんですけど。何が楽しいのか分かるんですけど、当時はもうすごい楽しく、はっはっはみたいな感じで開けてたんですね。そしたら、そこになんか大型の、冷蔵庫が落ちてたんですね。で、バカ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 、その、電子レンジ開けて、すごい楽しんでるのに、その冷蔵庫を私がいざ開けようと思ったら、その、ニコニコしてたお兄ちゃんが、やめとけ。